おはようございます。暑気払いに秋の話を一つ。作家の三浦哲夫が秋の里山に友人と分け入り、松茸を取った時のことを書いている。ビールの肴にすべく、すぐに焚き火で丸焼きにし、指で蒸して食べたというから豪勢だ。夕方、帰りの汽車に乗ると、どこからともなく松茸の香りがする。手はよく洗ったし、不思議に思ったが、出どころは自分たちの耳だった。焼けた松茸をむしるときに、汁にまみれた指先が熱く、何度も耳たぶをつまんでいたという。羨ましくなるのは、今の日本における松茸の縁遠さゆえである。それがさらに遠くなりそうな記事が昨日の朝刊にあった。国際自然保護連合が松茸を絶滅危惧種のリストに載せたという。理由は取りすぎかと思いきやそうではなく、健全な松林が減っているためとの専門家の談話があった。食べるのを控える必要はないと言われても安心する人は少ないだろう。我が家ではとっくに絶滅危惧種、そんなご同輩もおられるか。人新世という言葉がある。人類の活動が地球環境を大きく変えてきたことを表現するため、新たに設けられた時代区分である。ホモ・サピエンスは無数の種を絶滅させてきた罪深い動物であり、そのペースは近年速度を増している。絶滅危惧種のニュースが食卓を直撃することが目立ってきた。松茸の前には日本ウナギにクロマグロ。〇〇よ、お前もかは一体どこまで増えるのだろうか。今日も笑顔の中で勤めさせていただきましょう。いつもご覧いただきありがとうございます。南蛮大仏。